皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。今日はですね、ちょっと葬儀の話から、変わって、実は今日今日いうかプロ野球もシーズンがもう閉幕になりました。実はこの YouTube のチャンネル、今登録数は60名なんですけど、そのうち実は私のアメブロの方から、カープの、ブログをちょっとやっとったんですね。昔そのブログで、頻繁に見ていただいている方が何名かこれ登録されてるんです。でこの前電話があってですね、ちょっと県外の方なんですけど、電話があって、たまにはカープの話を YouTube でもやってやと。いや葬儀の話もそれは葬儀の話やね、必要なことじゃし、葬儀屋さんの YouTube じゃから葬儀の話ではええんじゃけど、やっぱり高知さんのカープの話を聞きたいということで、今日はですね、水元二軍監督というのが実はカープ退団したんです。そこへ持ってって小久保選手が引退しました。これで水元さんなんで辞めたんじゃろうかというのがですね、水元さんがすごい苦労人の方なんですね。で松下電器から広島カープに入って、隣の山口県じゃないわ、岡山県の倉敷出身でね、やっぱりプロへ入る人だけにそれだけの力というか能力が当然あったわけですね。で実際の現役生活というのは2年間で終えとってるんです。私は唯一ね、人がオープン戦でね、一軍で背番号64番つけとったんです。今中村恭平ピッチャーがつけとるんですけど、この64番つけて一塁を守れるの見たことあるんです。打席でバッターボックス入ったの見たことないんですよね。オープン戦で一塁の守備をされとったの。それとその後もすぐ引退をされてブルペンキャッチャーされた時に、いつも試合前にね、おそらく今どこの球団でもやりだしたんですが、先発ピッチャーがね、試合前に外野で遠投やるんです。あれ最初にやったのは水本さんですよ、間違いない。これブラウン監督の時だったかな、それより前だったかな。私ね、よう試合前に水本さんが出てきて先発ピッチャーをね、観客おる前で外野の芝生で大きな体を揺すって出てきてやりだすんです、遠投。そういうね、おそらくね、最初はね、今日の先発ピッチャーは度胸がないから、度胸つけるために観客の前でとりあえず人前で体を鳴らすそういう分で水本さんがやろったんかなと思ってみたりしよったんです。で、とにかく水本さんの話のはですね、したらキリがないぐらいすごい奥深いんです、この人は。でやっぱりこの人が二軍監督をされて、おそらくこれは分からんですよ、あくまで私は外野から見とって思うのは、人間形成を重視したんじゃないかなと。野球選手である前に社会人たりいう、まるで野村監督がされとったようなね、やっぱりそこは重視されたんじゃないかと思うんですね。これは水本さんのインタビューを聞いとったらよう分かりました。それでカープ約30年ぐらい、在籍されとったその水本さんが、本当ね、一軍の実績もない、でそれがブルペンキャッチャーから指導者になり監督になりね、二軍でも、やっぱりね、それだけの能力があった人じゃ思うとですね。で私はね、来年彼をねヘッドコーチにしたらええの思いやったんです。笹岡が、監督が留任する、おそらくするんでしょうが、そうなれば彼をヘッドコーチに持っていけば私は選手はまとまるんじゃないかなって思いやったんです。でそうすれば二軍監督は東で、もうこれは多分レールじゃないかなって密かに思いやったんで、心は何も言いそうがなかった。ところがどっこい、まさかまさかの水本さんが退団したと。これはもうほんまびっくりです。でひょっとしたら家族の問題言われたが、シーズン中にお母さんが誰かね、亡くなられておりましたから、その家族の問題じゃない、これはひょっとしたら誰かが責任取らなきゃいけないことで、水本さんがわしは責任を取ったんだの、2年間のこのチームの成績低迷でね、やっぱり自分が身を引くべきじゃないかと、潔さを出しちゃったんじゃないか。それとやっぱり小久保が引退をして、やっぱりコーチになることになると、やっぱり誰か一人辞めなきゃ、それなら自分が言う、なんかそういう感じが今でもすごいです。で彼が二軍の試合が終わった時に、終わってすぐに退団を表明した時に、えっ、たまげたんですね。これはどっかもう声がかかったんかの、ひょっとしたらって、今度はさっきの話とは矛盾するかもわからんですけど、新聞ではオリックスが来季一軍のねヘッドコーチ、やっぱりこう来たのと、ヘッドコーチ、
本当そういう器で、将来監督やらせてもこの人は面白い人じゃ思うんです。で、問題はじゃないんですけど、もう一つ残念じゃったのは、残念言っちゃいけないんだけど、そよぎ栄心がどうもオリックスの一軍打撃コーチってなった時に、あ、そよぎはもうカープに帰ってこれんのかなと、なんか栗原とかね、なんかこれをちょっとチラチラーとしたんですね。やっぱりカープが辞めて、コーチになれよと言った時に、国防にしてもそうですけど、まあどういう国防はどういう話があって自由契約になったか分かりませんけども、カープがレールを引い取るのを自らの意思でこう出たら、ちょっとなかなかカープへ帰るの難しいことがあるのかなと。ただね、カープは東出が来季おそらく代行からそのまま二軍監督になるでしょうけども、そうするとね、やっぱりここらでね、なんかそよぎを入れたりとかですね、なんかして二軍がもう一度活性化できんかなと。ヤクルトの川田というコーチがおりましたが、彼が家族が東京におるということで、カープからヤクルトへねコーチとして行きましたけども、ああいう優しさと厳しさを持った指導者、これをカープがもう一遍引っ張ることはできんのかなとか、いろいろまあ思いますが、やっぱり広島という地の利と、やっぱり指導者になると給料、やっぱり切り落とれても給料ですからね、やっぱりそこらもありますし、いろいろ難しい問題があるのかなと、思ってみたりしております。今日はですね、ちょっとあんまりこれ自分が勝手に思えるだけですからね、誰かに聞いたとかいう話じゃなくて、おそらく外れ取ることばっかりだと思いますが、今日はですね、たまにはカープの話をしていいやという視聴者の中で、若干名、60名のうちの実は14名いらっしゃって、そのうちの、コメントをたまに、コメントというかめった入りませんけども、電話とかですね、お会いした時にカープの話していいやということで、ちょっと今日はカープの話をさせていただきました。以上でございます。